ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。あいまん、はい、ジャンサク TV をご覧の皆さん、こんにちは。本日はここ麻雀卓の製造メーカー、株式会社鳳凰さんのショールームより、KTK 第2回関西トーナメントキング決定戦、その準決勝 A 卓の模様をお送りいたします。本日の実況解説両方行います。はい、ソロです。アサピンです。よろしくお願いいたします。はい、実況解説というか実況解説司会ですね。もう全てです。もう完全なソロです。もう天保井の部屋ではないです、これは。ちなみに関西トーナメントキングです。はい、そしてはい、まあ、台本を読んでいきます。この関西トーナメントキングは、まあ、KTK はですね、関西トーナメントキング決定戦の略ということで、まあ、運営が長いといって KTK と省略したそうです。第1回大会では並みいる関西の強豪を抑えて、水瀬夏美プロが、優勝されました。まあ、その水瀬夏美プロは今回出られないんですけど、水瀬夏美プロが優勝したということで、今回はその二宮瀬夏美プロが所属する日本プロ麻雀協会のルールで第2回大会を行っております。予選決勝、準決勝と、半チャン3回戦のトータル、半チャン3回戦で、トータルポイント上位2名が、次のステージへ進むということで、今日は、準決勝なので、トータルポイント上位2名がもう決勝に行くと、そういう戦いになっております。はい、では早速本日対局する選手の皆さんをご紹介していきましょう。まずは日本プロ麻雀協会角谷陽介プロ、お願いします。はい、おはようございます。はい、おはようございます。谷尾介です。よろしくお願いします。はい、やっと一人じゃなくなりました。そうです。今日あ、そうさわ、そうさわって言われた。女の子は女の子はゼロ。あの、ひよことか置いておいたらいいんじゃないですか。ひよこ、はい、なんかここにダッチワイフとか置いてた。なんか前麻生さん休んだ時麻生さんって置いてたじゃないですか。なんか置いてましたね。はい、あの、何でしたっけ、何を言ったんでしたっけ。なんかペンギンがひよこかなんか忘れたんですけど、なんか置いてましたね。猫かな、あの、にゃんこ先生かなんか置いてましたけど、置いておきましょう。はい、もう18時やで。ヒルピン、これヒルピンじゃないです。はい、KTK です。 KTK ですね。はい、なんかヒルボー見たなって、全く同じ構図のような気がしますけど。友添さん頑張れって。はい、友添さんもうすぐ出ていただきますよ。はい、友添さんもうすぐ出てきます。はい、角谷さん、はい、今日の意気込みと戦略はどんな感じでしょう。今日の意気込みは、はい、まあね、友添さんも雄星さんも、まあ、知名度も実力もそういう兼ね備えた方だと思うんですけど、はい、僕これちょっと僕の中でリハーサルしてたんですよ。はいはい、麻生さんに今日、はい、何ルールですかって聞こうと思ったんですよ。いないんで、今日何ルールか知ってます。今日何ルール、はい、ボケられないですね、協会ルールですね。そう、今日は協会ルールなんで、はい、はい、保険でいいから。いや、なんかちょっとひねったこと言おうかなと思ったんですよ。協会ルールなんで、はい、まあ、協会 A リーガーなんで、はい、まあ、勝つことしかないです。勝つことしかない、はい、勝つことしかないです。ハードルを上げて、いや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 、マジで。いやでも、はい、やっぱ僕それぐらいじゃないとダメだと思うんですよ。はいはいはい、他の人がどう思ってるか分かんないですけど、僕 A リーガーとして配信出てるんで、うん、やっぱ、はい、僕が負けたら協会ルールで協会負けて何やってんねんってなるじゃないですか。協会ルールの3回とかってなんか難しくて、そうなんですよ、そのもうめっちゃ協会ルールの、そうなんですよ、長いやつだったらなんかトップ目指して打つのがその完全正解だし、その一発勝負でもトップ目指して打つのが正解だしってなるじゃないですか。麻雀の、まあ、ゲーム性的には結構、はい、厳しい話なんですけど、まあ、意気込みとしては、はい、まあ、勝つことしかないですと。なるほど、いう話です、ね、はいはい、はい、作戦はとりあえず秘密。作戦は別にも、まあ、特になく、まあ、ハッタラリーチですね。ハッタラリーチ、あと、まあ、ポンボタンが光ったらポンするし、はい、ポンボタンが光ったらチーするし、はい、カンボタンが光ったらカンするしっていう感じですね。はい、まあ、はい、いつもの感じで打つと、はい、はい、そうですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、最高位戦日本プロ麻雀協会友添、プロ、よろしくお願いします。おはようございます。やっていいですか。あ、やっていいですよ。麻雀には勝てるしかねえ、最高位戦日本プロ麻雀協会友添俊之です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、友添さんは今日の意気込みと作戦とか。はい、
あ、意気込みで言うと、はい、それはもうこれ優勝めっちゃしたいし、はいはいはい、なんかね、あの矢後さん運営してる方がね、はい、市のリーグみたいに言ってたんですけど、はいはいはい、まあ、特にそれはね意識してないんですけど、うん、それ置いといてもなんかこう対局する人すごい強い人多いなと思ってて、うん、まあ、角谷さんさっきおっしゃいましたけど A リーガーやし、はい、柴さんはね、あの協会関西から今期から B2 リーグに行って、はい、東京で活躍する若い売り出し中の人やし、うん、まあ、ゆせさんはもう言わずもがなですけどまあ強いネットマージャンのめっちゃ強い人やし、そこで僕やるって結構すごいですよね。はい、でも友達さんなんかもう普段からほとんど強い人ばっかとしか打ってなくないですか、アサビーさんとかね。いやいや、僕はあれですけど、なんか東京行っても S リーグとかなんかいろいろ出てたり、なのでなんか、ね、恵まれてますよね、はい、すごい強い人とばっかり打ってる気がするんで、なんかもう慣れこかなと思って。そうですね、だから緊張はしてないんですけどね、うん、はいはいはい、ただ楽しい対局にもなりますし、勝つ確率ってね、僕がまあ多分一番高いんですけど、勝つために打ってますからね。財布、ね、いや、みんな打ってますって。本当ですか？みんなちょっと負けるために打ってないでしょ。財布名さんという人知ってますか？財布名、あの、はい、あれですよね、はい、徹夜の原作書いてた人かな、はい、僕もそれしか知らないんですけど、財布名さんがね、ツイートボットなのかな、知ってますかね、はいはいはい、僕はもう大好きな言葉があるんですけど、言いますね、今から、はい、麻雀は腕7、運3と言ったり、腕6、運4と言ったり、運と技術の両方に左右される。麻雀に違うな、やっぱこれね、ちょっと読んじゃうと、はい、これに気づいた人がちょっと対局内容変わるかもしれないので、ちょっと後にしましょう。やっぱりちょっと、はい、ます、はい、僕のこれ、はい、思いこのままなんですよ。なるほど、はい、これを僕は勝ってちょっと読み上げます。勝って読み上げる、はい、はい、ことにします。負けたら読まない、はい、もうそそくさと携帯しまって帰りますということにします。ちょっとせっかくなんで小野瀬さん、はい、まあ、なんか応援するわけじゃないですけど、はい、勝って読めるところを期待して、はい、わかりました。今日も普通のことを普通にやって勝ちます。はい、じゃあ小野瀬さん頑張れ。あと加藤哲郎さん、あ、出た、ね、これはね、加藤哲郎さんじゃないです。消火器の加藤さん。あ、なるほど、はい、あの加藤さんですね。哲郎さんでもいいんですけど、ね、ありがとうございます、頑張ります。はい、では頑張ってください、はい、お願いします。お願いします。はい、続きまして、順番は決まってるのかな、これ。はい、C ブロックの2番柴さんの方、はい、続きまして、日本プロ麻雀協会柴拓司プロ、どうぞ。お願いします。日本プロ麻雀協会所属柴拓司です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、うん、まあ僕は柴さんにね、やられてここにいるわけですけど、まあでもあれは足立さんに僕はぶら下がってアサピンさん調子悪くてみたいな感じで、なんか特にね、なんかやったったとか一切ないですね。アラッキーぐらいの、いやでもちゃんとそのなんていうか、あのなんていうかね、小判ザメ戦法っていうんですけど、今それもでもやっぱり抜かりなくやられたっていうのもあったんで、はい、まあそれしかできなかったんで、いやいやそれすらできなかったですからね、僕は。はい、今日の意気込みと作戦とか、まあ、皆さん強いんで、はい、まあ、ちょっと油断するとちょっともうすぐやられそうな、なんかギリギリまで踏み込まれてみたいな感じがするので、はいはい、まあ終始油断せずに、まあ、2位通過なんで、うん、そんなに1位でとかは、まあ、前回みたいに考えてないので、はい、まあそうですね、今回別にあの1位も2位もほとんど一緒ですもんね、これは、はい、通過すれば OK っていう、まあでもやはり協会ルールなんで、うん、まあ、角谷さん転んでも僕がいけるように二、はい、人で通過しようじゃなくて、角谷さん転んでも僕がいける、そうそうですね、転んだとしても僕がいけるように頑張ります。なるほど、はい、二人して転ばないことを祈りましょう。本日はよろしくお願いします、はい、ホームから怒られちゃいますからね。柴さん、あのこのソーナメント3回勝負っていうのは、はい、なんとなく打ち方っていうのはなんとなくはあるんですけど、はい、まあでもやっぱり難しいことは難しいですよね、うん、うまくいかないときにちょっとね、その動揺したときにちゃんと打てるかとか、はいはい、なんかこれはやばいぞみたいな展開ってあるじゃないですか、はい、ね、まあ、結局は割となんかまあ突き抜けたら楽なんですけど、要は最終戦の勝率を何パーセントぐらいまで持っていけるかっていう調整になりますよね。そうですね、そうですね、2回戦までは、うん、そうです。その辺、はい、うまく協会プロらしさを見せていただけると、はい、見せればと思います。はい、はいはい、じゃあ頑張ってください、お願いします。はい、では以上ですね。はい、しょうがねえな、もう。はい、なんて言えばいいの。ゆうせいさん。カメラあっち、はい、はい、すいません、カメラ鳴らしてない、
はい、黒猫ペロペロゆうせでございます。どうも。はい、どうも。はい、はい、どうしようね。どうしましょうね。一人だけ慣れてないことはないと思うけどそうですね、まあまあまあ、まあでもこのルールは比較的そんななんていうか、うん、変なことは起こらないルールやとは思うから、普通に打てばそこそこ普段通りのマージャンさせてもらえるとは思うんですけど。そうですね、うん、まああんまりよく分かんないんでとりあえずし、まあそもそも赤なしを打ったキャリアが他の参加とね、プロの参加とは全然場数が違うわけですから、はいはい、まあ気楽に、はいはい、まあ負けて当然ぐらいの、勝ったらラッキーぐらいで今日はまあ伸び伸びやろうかなと。この間一回勝ったから、うん、そうですね、ちょっと一回も勝てないとちょっとかっこ悪いなと思ったんで、はい、この間なんかやばい放銃した後に3000、6000なんかラッキーの相撲って僕は閉じましたけど、最後まで結構危なかったなんか2箇所ぐらいミスしたその2箇所結構舞い上がってミスをしたんですけど、今日はまあとりあえずミスしないことが目標なんで、まあまあ、はいはい、はい、まあ赤梨、ね、赤梨よりは多分相対速度とかいろいろ変わってくると思うんで、その辺うまく調整して、わかんないください難しいこと言わんといて、はい、いつもは逆だからね、そうあなたが打って私がこうぶっちゃべってるんで、ちょっと多分なんかどっちもちょっと違和感があるんですけどはい、まあまあ、それ使うように説得してって言われてるけど、えそれ使うように説得してって言われてる、うん、確かに。しかもうちの家とか配信で泊まった時とかスーツのまま寝てますからね夜まあ大体家でもスーツパジャマがスーツみたいな、そんなことあります普通いやパジャマ買ったらいいと思います。でスーツをグリーンに出したらいいと思いますね。パジャマ買っても着ないから、いやいや脱ぐのが面倒くさい、いやいやいや、はい、だからもうどうでもいい用スーツと配信用スーツと持っていなきゃいけないんだうん、まあそれもそうじゃないなんか今日ニコ生回線悪いの。そうみたいですね、なんか今日悪いっぽい、うん、ですね。まあこっちは普通に再生されてるんで、だってこれアカウント一緒だからできるわけないや、うん、あ、そっか、うん、そうそう、どっちも探索動画だから、はいはい、はい、こっちはじゃあまあ今いらないと、はい、ほい、まあ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 、はい、ちょっと楽しみに、はい、ちょっと遊んできますので、はい、朝倉家の恥さらしにならないようによう言う、はい、負けてますけどすね、はい、はいはい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。移動の方お願いいたします。じゃあざっくりルールにしましょうか。はい、ルールをざっくり。そうですね、ルールの方を、ざっくりと、ご説明させていただきましょう。パワーポイントの方をお願いします。ふぅ、そういうか、ジャブ出すよ。はい、はい、では、お待たせいたしました。また一人になりました。ここから3時間、4時間ほど一人ですかね。もう全力で解説の方頑張りたいと思います。コメントもねバンバンくださいね。ヒルピンですほどではないですが頑張って拾いますんで、はい、麻雀見ながらなんで全部は拾えないと思いますが頑張って拾いたいと思います。広告ありがとうございます。はい、一人です。ではアンケートってするんでしょうかね、これは。アンケートの方、はい、出ましたね。誰がトップ通過すると思いますかと、まあトップに別に意味はないんですが、誰がトップ通過しますかというアンケートですね。はい、角谷プロ、友添プロ、芝プロ、雄星氏、しょうがねえな、僕は兄貴に入れてあげましょう。もうこれはね、イベントかわいそうですからね、はい、しょうがないですね、人として。3少ないので登場。芝プロね、まあ、今めきめき頭角を現してきてる最中なんですが、さすがにちょっと知名度でまだこの中では、
確かに票はちょっと集めづらいとは思うんですが、麻雀はやっぱりすごいしっかりされているということで評判ですので、はい、皆さん楽しみにしてください。これ投票どう割れるかちょっと分かんないですね。友添さん、角谷さん、兄貴、柴さん、さあそろそろ大丈夫ですか。ではアンケートの結果を、おーっと兄貴 50.1%、 ちょっとこれは過大評価ですね。はい、さすがに過大評価されすぎな気がしますけども、兄貴が1番ということで、はい。そして、友添さん 23.5%、 角谷さん 17.6%、 柴さん 8.8% と、はいね、これでまあみんな怒りに震えて、兄貴を妨害するかもしれませんが、そんなことはないかな。はい、まあこれで、どうなるか準決勝見ていきましょう。そうそう、準備できてますかね。はい、では対局準備ができたようです。1回戦の対局を開始してください。そうですね、決勝が会員限定なんで今日は、全て無料で最後までご覧いただけます。はい、始まりました。トン一曲、親番は友添、ドラがウーアン。はい、友添の手配は、まあ、白が統一、お、優勢、兄貴、まあまあ良かったですね今。はい、シャーチャー柴さん、シャーが統一、角谷さんもトンが統一、みんな厄介が、兄貴以外は厄介が統一であるんで、仕掛けのスピード勝負になるかもしれないですね。ちょっと兄貴って呼ぶのも微妙なんで優勢って呼びましょうか。はい、さあ友添さんは、とりあえずはまっすぐ。さあ優勢、4統一系なんですが、メンツというとまだ天秤ですね。柴さんも今のところはまっすぐ。この白に友添さんがポン、親なんで、まっすぐいきます。ポンですね。さあこれでメンツ手がちょっと横に伸びて初切り、うん、ローワンがアンコになってパーソー。そうですね、まあ現状、ドラがウーアンでウーアンあたりを引ければかなりいい形になるんですが、どうなるか。そして赤なしでも厄介一泣き、まあやっぱり親番で、まあ、あの手が何だろう、早すぎず遅すぎずっていう手の場合はやっぱり厄介泣かないと相当アライスが落ちちゃうんで、そういう時は一泣きすることが多いですね。連チャンの意味っていうのもやっぱりありますし、兄貴でいいよって言われてますね。じゃあ兄貴でいきましょうか。逆にまああの早いと、あ、これでテンパイですが、どうしましょう、外しますか。いきましたね、リーチ。うん、さあシャーチャー芝、換算腕で即リーいきました。さあ一枚ゲーのシャーをしていきます。ここでシャージャン投なんですけども、芝いきなり攻めていきましたね。さて、角谷は、さあこれで川がソーズがファーソー三蔵切れ、が切れてるんですが、リャン蔵一通の目を残しつつ、友添が今、はい、友添が今イーシャンテンになりましたか。リャン蔵、リャン蔵通ったリャン蔵切ってでイーシャンテン、さあ角谷、まああんまり押したくないとは思うんで、パーソーが早いんで急走はそっと置きましたね。はい、3ピン、まっすぐ行くのは3ピンそのままなんですが、数ワン、中筋の数ワンを切って、まあ後々ワンの出上がりやすさとかもありますからね、一旦3ピン危険牌をまっすぐ押さずに安全な数ワンの方を切って、まあ後に勘違いワンになった時も結構上がりやすいぞと。でこれまああのドラ表、数ワンドラ表でチーワンゲーリーチなんですが、まあ、あのやっぱり普通357って持っててドラ表示牌の関数番の方に受けないでしょうっていうのもあると思いますね。
はい、さあ兄貴が今これでイーシャンテになりまして、イーソーはまあ比較的切りやすいとは思うんですけども、自分の手の価値がどうかって考えると思うんで、うん、どうですかね、やめましたね。はい、まあ、まだチート率とかで安全に回れるとは思うんで、そんなに全力でいく形ではないかなと。うん、さあこれで、うん、これでチート率で回れそうですね。イーソーも通りました。うん、お、さあ角谷が、さあ角谷じわじわ押してましたが見事に追いついて天敗。ウーパーソー、これウーパーソー結構薄くはないか。ウーパーソーは、うん、今兄貴のとこに統一でウーソーがあるんですね。これ1枚切ってるんですけど寒いドアノブラン。ああ一発も裏一、強い AD がリーチ一発もドライチ2000、4000ですね。かなり薄かったんですけどね、ウッパソー。今ウーソーがもう多分残りあって1枚、まああのそんなに自分の手の価値が高くないとこからでもやっぱり通りそうな牌をかなりゴリゴリ押していって追いついてリーチ、うん、まあやっぱり自分のなんかそのスタイルに自信がある感じですよね。まあその外側の牌で簡単に降りないぞっていう、まあ、逆にそう知ってると逆手には取りやすいかもしれないんですけど、はい、トンの2局、親番は優勢、ドラはローワン。うん、まあそうですね、これ友添えは結構いいですね。兄貴も悪くない、この3道で結構締まりました。うん、芝もいいですね。みんないいですね、今回。さあ、3色がちょっと残るんで、9番残し。受け入れ的にもそこまで損しない。まあ、角谷が、まあ、雀刀がない形なんですが、このトンは多分、泣かないんじゃないですかね、角谷も。まあ、泣いて、そんなに上がり率も高くなってないし、打点も下がっちゃうしっていうのもあって、守備力も下がるし、っていうの。うん、大体、みんな、まとまってますね。うん、さあ、ともぞいでアンワンが重なって、ここで急走の取り落とし、ほう。結構、悠長に構える感じの打牌です。まあ、悠長に構えるっていうとマイナスに聞こえるかもしれないですけど、これは結構面白い打牌ですね。もっと手牌が伸びるって考えると、あの急走を今落としとく方が最終的に速くなるっていう感じの選択ですね。さあ、三蔵。うん、イーシャンテンなんですがどうするか。まあ3イーソー切ってるんでつもぎり、から切り、おお、なるほど、から切っとくと最終的にあの辺が待ちになった時にちょっとだけいいかなって考えたかもしれないですね。最近流行りのやつです。うん、友添、さあこれでマンズがくっついて少しいい形になりました。そう、実況解説一人なんですよ。実況解説しながらコメントも一人で拾って麻雀解説かなり無茶やと思うんですけど、はい、かなり無茶なんで燃えるところはいっぱいあると思いますが、ご容赦ください。さあ、ウーソーが重なってこれで、そうですね、ペン3ピンの方、3ピンも2枚飛んだんで、ね、ペン3ピンの方だって、ハンドッソー残ったらちょっと行きづらいですけど、親なんで多分リーチすると思いますね。急走が、急走引いた時のハンドッソーもなかなか盲点にはなるんで、さあ、ともぞい、この数ワンは、うん、つもぎりですかね。はい、うん、さあこれでどうするかですね。はい、リーチいきました。まあ、これは牽制の親リーっていう感じですね。打点も低い、待ちも悪いですが、親の先制リーチっていうことでおとなしくしとけよっていうやつです。さあ、しかし角谷の手がやばい。ローソーあんこで使いながらかなり高い勝負手。まあ芝はもう、外側の9ピンぐらいは押していきました。まあ、切り順的にパーピンの後に1ピン2ピン落としなんで、そうそうこんなローキューピンないでしょうっていう感じだと思うんですけど、うん、さあみんなそこそこ押してきてますね。これ芝が、あ、数ピンか。さあこれでどうするか。数ピンいきます。うん、
かなり押しますね。まあ、ドラの受け入れもある、ピンフドライチイーシャンテンかなり押しましたね今。うお、詰まったマジで。はい、裏も伸びました。これはでかいですね。2000オール、すごい力強いラスハイでしたが積もりました。まあこれあのラスハイだったっていうのと積もったっていうのは結果論としてやっぱりリーチ打つっていうことが結構大事な場面だと思うんで、あの手で何を待ってもしょうがないのでリーチを打ったことがまあ牽制としてやっぱり有効かなと思いますね。そう、打たないよりはマシっていう。今の兄貴の絵の心情を述べよ、ついとんのと。さあ、ドラがウーワン、すごい手でしたね今兄貴。はい、柴さんもかなりまとまってますね。うん、角谷さんもまとまってる。今回はちょっと友添さんが、置いてかれてますが、他の3人がかなり良さそう。さあこれかなり続いてどうしますかね。染めを見るか、まあ、何を切るか、パーピンを切るか。何を切りましたね。やっぱりまあドアドアで面前まで見える手なんで、染めに固執するよりも4あの3色でちゃんと4面ツ1ジャントを作りに行ってリーチかけてっていう方が上がりやすそうですね。まあこれ自然に染まるならいいです。うん、さあ角谷もそこそこのまとまり、友添えはちょっと厳しいですが、まあ、まだメンツで取ってチート率の天秤みたいな。お、これはジャンゴリーパイしてますね。3番泣くぞっていうリーパイしてますけど、うん、さあスーピンを引いて、うん、一番いいとこが完成したんでちょっと不安定ですが一旦リャンピン、トンは2枚入れ。さあ芝これでいいシャンテンになりました。カンディアンゾーと、お、さあ、兄貴がリャンワンをポン。はい、リャンワンから仕掛けていきました。これで、本一のいいシャンテンになりましたね。まあそこそこの仕掛けが効く形になってるんですが、チューンをポンするとサブローワンのテンパイ、あとはいろいろですね。本一の気配、まあ、そんなに本一してない捨て牌にはなっていると思います。まあ、このシャーとかどうするかですね。うん、まあ安全牌なんで起きたいのは山々ですが、おお、スーピン置きました。これは結構攻めていきましたね。捨て牌を作りに行ってますね。まあ、最終手出しをやっぱり、スーピンにすることで本一の匂いを消そうという、はい、上がりたいからこそ、まあ、自分が勝負手ですし、もう本当に1万2000という戦局を左右する上がりにできそうなんで、そこはかなり攻めていきましたね。これは、うん、さあ3番が打たれます。もうちょっと待ってくれというやつですね。角谷、これで面単品のイシャンテン、うん、友添えドア表ドアソの数番を切るほどの手ではないパーピン9ピン。あ、この辺りで危険度がちょっとあれなんで入れ替えました。まあこれで数ピンに行ってリャンゾーでもやっぱりまあちょっとボケますかね。おっと、角谷がドラを引いて一気に打点アップ。うん、あ、これでもう完全に入れ替えましたね安全牌。やっぱりもう順目的にさすがにもうそうそうギブアップというより安全に受けた方が上がりやすいっていうやつですね。さあ角谷これで、いやー、角谷に勝負手のリーチが入りました。高め3色面単品ドライチ。まあでもこの、手を、まあ、まとめていくタイミングとしてはバッチリでしたね。角谷に対して角谷のリーチが入る前に危険牌を処理して、まあリャンゾーとかかなり残ってた、寒かったと思うんで実際当たりはしないんですか。あーっと、これで芝が、いやー、芝が一発で打ちました。面単品一発単色ドライチ、ハネマン12000は12300。うーん、あ
完全敗がほとんどなかったですね。多分今何もなかったぐらいなんですよ。ちょっとかわいそうな手敗でしたね。自分の手もいいシャンテンになってて安全牌が全くなかったという、もう自分の手の都合で三蔵行ったらそれが高めの1万2000に刺さりました。チーピンで天牌、あ、そうか、チーピンで天牌取れた。そうですね、今チーピンで天牌取れる形でしたね。ごめんなさい、拾えてなかったですね。チーピンで天牌取れてたのをもっと高くしようとしてっていう感じですかね。うん、まあなんか関数層のテンパイよりも面単品高めイーペイコーまであるようなイーシャンテンに持っていこうとしたのかもしれませんね。はい、続いて芝の親番トンの3曲ドラがパーピンです。うん、さあ芝に勝負手が入りましたね。ドラドラ、さあドラドラあるんでちょっと一直線に本一には向かいづらいか、ウーワンドーワンと外していくほどではないっていう。うん、兄貴はまあまあの形、まあ芝もこれおそらく、点数のまあのビハインドはあるんですけども、そこまで、まあの強引に本一だったりっていうのに無理にいかずに、まあ、5800になってしまうかもしれないっていう形でも仕掛けていくと思いますね。さあウーピンが重なってこれでちょっと難しいですが、うん、9ピンでドラ固定、まあ、9ピンを使う形っていうのはあんまりないんで、ピンズの、まあ、面本チートに一撃一気に行くほどではないっていう感じですね。うん、さあ角谷は今回はあまりやる気なし。まあ、この手ではちょっとチートいつにもならないし、もうなんかできてブラフぐらいですね。そういうことをするのかどうかはちょっと興味深いですけども。さあ、パーソーが2枚消えてるんで、6778のところを引っ張らずに数層の方を置きました。まあこれだと8はなくても5はあるんで、5を引いた時の形優先っていうやつですね。あ、友添イーシャンテン4ジャンピン切り、うん、友添のジャンピン切り、なんだろうあれは、数番じゃないんだな。さあこの友添の手牌さっきジャンピン切ったんですけど数番じゃないんですね。123が、2つできててパーソー9層があまり重ならない形なんですけども、で E ピンがまだ薄かったわけでもなく、まあペンチー層はそこそこ良さそうには見えてるとは思うんですけども、それでも数番でいいと思うんですけども。さあ、芝パーピンポン、さあこれでどうするか、ローワンウーワンですね。まあこれでイースチーピンの二度受けみたいな形なんで、まあ絞られることを加味してもそんなに悪くはないですね。まあ、自力でテンパイサクッとできれば上がり目まであります。うん、ションパイの箱を掴んで友添ちょっと迂回、まあ、芝もまだあれでは、本一に見えないので、ウーワンドーワンと並べちゃうとやっぱり警戒されるんですが、まあ、例えばこれウーワンドーワンって並べないと E ピンがかなり、兄貴から泣きやすくなると思うんですよ。まあ、実際これ数ピン兄貴もまだ勝負、まあ勝負牌として切るつもりはあると思うんで、並べたか。ここで並べるとピンズがうんってちょっとなるんですけど、そうですね、後で友添さんに聞きたいですけど、そこまで覚えてるかどうか。まあこれで友添さんはもう白でちょっとギブアップ気味になりますね、あの切りをされると。まあ、ウーワンドーワンだけではまだ断定はできないんですけど、本一って本一の可能性が出てきたなっていうぐらいの。うん、さあ E ピンを引いてこれでスーチーピンになりました。うん、さあ角谷テンパってるんですが、
いつの間にかあの手配をテンパってるんですね。すいません、目を離した隙になぜか、なぜかテンパっている角田に。スーアンとシャア、シャアは1枚切れ、ローソーをそっと置きます。リーチをぶつけられるほどではないですが、テンパイを取ってかわしに行きたいっていう微妙な手なんでしょうね。さあ、友達シャアも止めました。チーピン。さあ、これは当たり牌なんですが、ここでやめましたね。当たり牌できっちりと止めました。まあ、こうするとリーチしてた宝珠だったんで、素晴らしい選択だったという結果論にはなってしまうんですけども、まあ、でもやっぱりああいうことを想定して玉にしてたっていう感じですね。さあ、おっと、積もってたが、これでスーチーピンパーピンになりました。まあ、パーピンが、ないんで、これはリーチいけないと。さあ、兄貴もで、ちょっと手を曲げてますね。これでやっぱりドラポンの親なんで相当警戒しながら打ってると思います。さあ、3ピンスライド、ここはもうどうせ出ないんで安全な方っていうことですね。もうここで別にローピンつもぎってもスチーピンが出るもんではないので、単純に他の人に何か言われない方という感じだと思います。まあ、これも空切りで連続で切ったところであまり意味ないなっていうやつですね。そんなどうせなんか変なことしてるだけでしょっていう。ちょっとね、枚数数えるほどのあれまではすみません、枚数まではちょっと数えられないですね、これ。積もりました。なんとラスハイ、ラスチーピンいました。はい、ホメスドアさん、1枚ありましたね。チーピンが数ピンは順からでしたが、チーピン1枚ありました。芝さん、さっきの1万2000を一撃で取り返しましたね。はい、そして芝さんの連チャンで、トンの3局1本場。悪くない。ドラがペイですね。友添さんが今回良さそうですね。ごどちの3色まで見える、単品系。お、兄貴もいいじゃないですか、かなり。今、浮き牌の3種類にどれかくっつくとかなりいいシャンテン。そうですね、せっかくいいメンツだから最接戦で最終戦迎えてほしい。みんな条件あると面白いですよね、やっぱり。さあ、ドラのペイは芝に統一ですが、一番重たいのも芝か。いや、角谷の方が重たいですかね。さあ、角谷、なんか、ジャンゴリーパイしてますけど、また食い伸ばす気があるんですかね、あれ。あんまり食い伸ばしそうな手格好ではないんですけど。まあ、ダイレクトテンパイが偉いんで、お、ウーマンから行きましたね。これはピンズの、まあ、なんだろう、本質にかなり持っていく意識もありつつ、ピンズの下がいいっていうことですかね。さあ、これでどうする。ちょっと3ピンいいなとは思ってると思うんですけど、あとちゃんと意識もちょっとあったんじゃないかな。はい、2ピン。まあ、ここは変化の多い方、枚数の多い方に行きましたね。ドラドラで形悪い時って受け駒残す派ですか、目いっぱい派ですか。序盤目いっぱい、途中からスリムみたいな感じですかね、僕は。はい、まあ、僕はですけど。まあ、この芝さんの手に関しては、まあ、親っていうのもあって、しかもまあドラドラ、途中でまあ降りてもいいかなっていう感じで、とりあえず目いっぱいに行くんじゃないですかね。お、さあ、ここで同走から、あの3色の目は残しつつ、先にピンズの2とか6を引いたときに、両関係、飛び両関係が残るような、そんな、先にこのカンチャンを払いましたね。まあ、これで本当にローピン3ピン引くと、めちゃくちゃうまくいきます。
さあ友添さんはイーシャンテン、あのマンズの連続系だ、二度受けが嫌なんであそこを引っ張って、ソーズに、まあ、顔面の部分を変化させたいっていう感じですね。今角谷さんが切って、友添さん、さあ兄貴はトーンを仕掛けて関数層の天敗、まあ、これは関数層ですが、形が変わりそうですね。さあ芝、ここでいいシャンテになりました。 G1 を、切ったのはもうそろそろ引っ張るのも危ないのかなっていうことですかね。リャンピン切って、G1 上に伸びた方が、G1 周りくっついた方がちょっと形は良くなるんですが、さあ友添、ど真ん中入れました。リャンパーワン天敗、うん、さあ、ローソー、優勢、チーして、ローソーをチーして、出さんぞ。うん。まあ、一発消しをしつつ、二枚ゲーの換算像には受けないでしょっていう、まあ、切りだと思います。そして、まあ、トンできたときですかね。トンがもし、ポンできたときにパーソーチーソーに受け替えられる。トンじゃない、ごめんなさい、パーピンですね。っていうのもあるんだと思います。うん。まあ、パワー1で、一旦回。そう、一発で抜きましたね。もう、確かに、リャンパワー1一発も防ぎました。やりますな。なかなかあの形からなくって想像できないと思うんですけど。まあ、急走が完全安牌に近いんで、泣きやすかったんでしょうね、かなり。さあ、これでパワー層も危険牌どうする急走ですね。あ、芝これでテンパイです。カンパーピン、さあ追っかけリーチドアドア、そして角谷、角谷は3ワンで一発を消すかを迷いましたが消さず、一発消してもキルハイがなかったのかな、うん、なかったみたいな感じですね。さあ、まあ、これで、まあ、こうなっても9走は安全牌だと。数走が通りました。さあ角谷数走通りましたが、いい走は切れないション牌、うん、パーピンは残り1枚、ありがとうございます。パーピンは山市らしいですね。でちょっとヤンパーワン数えられないですね。すいません、枚数数えるのはさすがに1人ではちょっと無理です。一人で手配を追いながら枚数数えるのはちょっと無理ですね。うん、さあ E ピンは、今通りました。これでもしかしたら優勢復活の可能性も出てきましたね。これウーピンが筋になりましたが、まあおそらくそんなにあっさりとパーピンは出てこないでしょう。まあ、ここにも、パーピンあるんですが、もう他に切れる牌が結構あると思いますね。どうなんでしょう。あ、ヤマンが出ました。さあ友添裏も乗って8000は8300流り、うん、さあ友添、今までちょっと我慢が多かったですけどチャンス手を、ものにしました。まあ、あの身内のあれですが、兄貴の一発消しは面白かったですね。今の三蔵はまあ2枚切れっていうこともあって関三蔵のリーチしないでしょうっていう読みがあったんだと思いますけど、かなり。はい、トンの4局、角谷の親番。さあリードしている角谷の打ち方にも注目したいところですね。友添さん、まあ大体派手な服装してます、いつも友添さん。はい。さあ今回はみんなあまり良くない、みんな悪いですね。うん。まあ、親の角谷は、仕掛けて本一まで見てますかね、おそらく。本一で仕掛けることまで想定していると思います。兄貴は、自敗を切って普通にストレートに手組ですね。さあ、両蔵重なって、これでシャーか。うん。まだシャーですね、ここは。本一一直線というわけではなく。友添はかなりピンズの本一一直線。
まあ、ドラが飛んだんで角谷も、まあ、それでどうしようかなっていう感じですけど、1枚、浮いているこのトン、角谷と、兄貴の手にあるんですが、これをどうするか。芝、ペーちゃんの芝は、まあ、ペーをこの形からはまだ仕掛けづらいと思いますが、安牌で使いつつ、まっすぐ進めますね。まあ、こういうペーって、まあ、やっぱり1枚切れでもうほぼ完全安牌に近い、ペーなんで、あ、もう泣かなかったですね、ペー。芝、先ほど打たれた、2枚目のペーを泣かずに、まあ、ペーを守備牌として、残りの部分でリーチに持っていこうっていう手組みにしましたね。まあ、その方がバランスが良さそうに思います。さあ、角谷はなんか、お、ここでトン、ここで、トンを話しました。友添さん国士ですね、これ、本一と両天秤にしてましたが、これは友添国士に向かいました。三シャンテンですね。ちょっと何が切れてるかとかまでは追ってると、他の人の手配を得なくなるんで申し訳ない。さあ、角谷さんここで、タンヤオの方に向かいました。さあ、柴さんはこれでいいシャンテン、3色の渡りを見て GP は残したいと思いますが、お、角谷か。まあ、角谷もこの友添の、国士系の手配の進行を見てチュン統一落としたと思います。まあ、チュン持ってても1枚は多分友添さんが持ってるんだろうなっていうことですね。さあ、これは、芝どうする。ペイを統一落としすると友添が国士なんでちょっと怖いとは思うんですが、ペイ広告設定されました。麻生さん、かわいいさん、初代天皇位ワンオペ中、申し訳ない、麻生さんいなくて申し訳ないですが、はい、広告ありがとうございます。さあ、パワー1引いてこれでペーペーと、切って友添の国士がなくなったことがみんなに伝わりました。さあ、友添もこれで、あとはギブアップ気味ですね。無情なペー連打。さあ、芝もかなりいい形になってきました。まあ、あのペーペーって打ってくるってことは、まあかなりタンヤオ系で手配はできてるんだなっていうようにもできると思うんで、みんなちょっと慎重になりそうですね。とりあえず兄貴もまだリーチ来てないうちに Q1 処理、 Q1 は安牌。お、カメラが止まってます。はい、さあ、兄貴が仕掛けて、いいシャンテン K 点に向かいました。これ、チーピン引っ張った方が、ちょっとテンパ率上がるんですが、どうでしょうね。これかなりチーピンが、まあ、他の人に危ない範囲なんで、芝と、角谷ですね、このチーピン引っ張るよりは安全牌を抱えてた方がもしかしたら最終的なテンパ率は高いかもしれないですね。この拾い能力ありがとうございます。いやいや、もうヒルピンデスで修行したおかげですよ。さあ、これに角谷が、カンチーピンチー、テンパイに向かいます。さあ、これ角谷もスーピンを置きました。スーピンは、まあ、今の方が切りやすいとは思うんですが、一応慎重にっていうことですかね。かなり、慎重気味にスーピンを置いた形になりました。さあ、芝はテンパイせず。まあ、これもしかしたら兄貴の、鎮逸があるかもしれない、本逸があるかもしれないっていう意識はあると思いますね。さあ、これでさっき切れたチーピンを切ってテンパイ経験ですね。さあ、芝はもうここまで来るとやっぱりテンパイチャンスの広さで考えたいんですが、ウーピン周りはかなり薄くなってるんで、ウーピンつもぎの方が多分テンパイですかね。 Q1 安全に行きましたけど、まあ、万が一を考えますか、知ってましたかね。さあ、リャンワンはつもぎり、
トン、うん、トンは 4枚目ですか。さあスーピンが重なってスーピンつもぎり、うん、おさあこれは一番安全な牌切りたいんですが、一番安全で中でない牌ですね。3ピンあたりですか。もうツモ番がないのであれば3ピンあたり、まあ2ピンの方が、絶対に中でないですかね。これ3ピン切るとあのまあ自分がすでに泣ける、まあなんていうか切ってる牌でも泣き直しっていうパターンがあるんで、完全にまあほぼ当然であれば2ピンの方がおそらく良かったかなと思いますね。まあ地獄短期ゼロではないんですが、ほぼ限りなくゼロに近いんで、はい、兄貴には辛口に、今のは多分2ピンの方が良かったと思います。さあ難入、友添の親番、ドアが数層ですね。まあさすがに染まってないでしょうっていう感じですけどね。もうまあ一応テンパってないとこからは慎重にっていう、まあ兄貴のは今の経験力高いかどうかちょっと微妙ですけどね。9ピンチーした後にチーピン先に切っといて最後で2ピン切ってたらパーフェクトだったと思うんですけど、はい、全員の手配見ていきましょう。角谷は、まあまあ友添は親の友添、うん、まあスピード的にはまあまあですね。ペン3ピンハーテドアにくっつけて、面前でいければ高打点仕掛けると日給か3900、3900になりそうですかね。まあおそらく次はこれはペン3ピンを払っていく手順になると思います。さあ、兄貴難を重ねて、うん、まっすぐ行きます。まあ、やっぱり最終打牌っていうのはちょっと慎重に考えますよね。はい、さあ、兄貴これでドラを引いて3900の、形になりました。ダブナンドラ引きに近い形、ドラ重ねば8000、うん、角谷はそんなに良くないんで慎重にいきます。うん、友添難しいですが、まだドラを引っ張るペン3ピン、はい、ペン3ピン払い、おリャンワン引いて9ピンチーピン、うん、さあこの難はそのうち出そうですね。次手が進むと出ると思います。まあ、これドアが使いやすくなりました。ジーピン切り、芝もまあまあの形、こういう3色見えましたね。タイヤを3色と大地のダマテンあたりを見据えるかもしれません。うん、まあ角さんにもシャアがあるんで多少は前に出やすいとは思うんですけども、そんなに形が良くないんでどうするか。はい、ここで友添の難が出て、ポンが入りそうですね。さあポンをしてどうするか、ローワン切りか、はい、ローワン切りですね。まあこれでポンのできるイーシャンテン、先にソーズが埋まってほしいですが、できるイーシャンテンのみ残ってるのが両家なのポン手でもポイってドアが切る。そうですね、友添さんはかなりやっぱり、上がりに価値を置いてる方だと思うんで、上がれそうっていう時に、まあ、あの上がり椅子を下げるようなドアの引っ張り方はしないですね。まあ、ただやっぱり序盤のうちのシャンテン数低い段階でドアをポッて切ったりはあんまりしないです。その使えそうなドアですね、こういう数層とか。おさあ友添さんの手がいいシャンテンになりました。うん、芝もさあこれ芝、うーん、どうしましょう。3色の崩れる、3色の、形はちょっと残しつつ、マンズを関数1に固定、ローワンが2枚飛んでるんで面白いですね。これはうん、角谷手が悪い、そうそうテンパイとかそのやったりも見たい。このぐらいの手だとちょっと上がりよりはどうやって安全にテンパイを取ろうかなぐらいの感じだと思います。友添は2面に変化して2面2面のイーシャンテン、うん、これは安全度も考えたいところですが、ローピン切り、さあ芝、安パイではないソンパイの白をこの形が切っていいか悩みましたが切りました。今の角谷さんのパーソ切りいいね。うん、
まあ、あのドアの近くのウーソー、まあ、ダブナン仕掛けてる人もいるんで、もう対応もしつつっていう感じですね。はあ、これテンパイですね、スーワンスーピン、まあ、角谷さんのは今のは、兄貴のダブナンポンに対応してのパーソー。さあ芝に、テンパイが入りました。カンスーワン、まあ、角谷もこれで仕掛けて、テンパイに向かいます。まあ、スーワンは、当たりですね。これはザブロンですね。はい、なんと角谷ダブドンの牌を打ちました。これスーワン安全に見えなかったと思うんですけど、なんか理由ありましたかね。今スーワンが安全な根拠はそんなになかったと思うんですけど、パーソンの時点では間違いなく受けてたんですけど、テンパイに向かいつつ、なんかあえて危険なスーワンの方を打って放銃しましたけど、今ちょっと角谷さんに聞いてみたいですね今。はい、何の2局、親番は兄貴、ドラがいいそう。うん、角谷さんの手がいい。染まりそうですね。かなり簡単に染まりそうですね。ドラもいいそうです。今は使えないですが、想像に染まればそのうち使えそうなドラのいいそう。さあ、角谷が白のポン。まっすぐ本日に向かいますね。そう、今日は僕一人なんですよ。一人でね、喋り倒してるんですけど、今。そのうち力尽きそうですねこれ。お、芝にリャンピンが入りましたよ。これはドア短期とかそんなことも考えるかもしれないですね。現状頭のない形の、手配進行。はい、こちらですね。うん、まあ一旦難を言って大丈夫、アサピンならできる、頑張ります。さあ、角谷にドラが入って、これでややこしいですが、まだいいシャンテン。まあ、相当テンパイに近いですね、もう。あっと、これでテンパイですが、うん、さすがに打点でいいそう切りますかね。うん、そうしましたね。これでリャンウッパー三蔵。かなり上がりの広げそうな形になりました。まあ、ただ、リャンウッパー三蔵相当、見た目よりは相当薄いんですが、だいぶ薄いですねこれ。いや、ウッパー三蔵、うん、ウーソーあるな。ウーソー2枚あって、ウーソー2枚三蔵1枚しかないですね。あ、ウーソー、ちゃウーソー2枚三蔵1枚で安蔵1枚、残り4枚。そう、麻生さん、マーチャーを制作するプロになるみたい。ちょっと僕は分からないです。なんか最近忙しそうなのは忙しそうです。忙しくなかったら今日来てるはずなんですけど、最近忙しいみたいです。さあ、これで G1 を引いて、まあ、これでドラを打ちづらいとは思うんで、どうするか、ドラ打ちづらくないか、ごめんなさい、ドラは切れてるんですが、打点でドラを残しますね。うん、角谷、まあこれ以上ほぼ手代わりはないですね。はい、これで断蔵、この断蔵は当たり、はい、三蔵もほぼ引けない。これ三蔵引いたらもう激強ですけどね。芝ラス三蔵引くとも圧倒的有利なリーチ打ってそうですけど。はい、兄貴がウーソーで宝珠。まあそうですね、あれがそんなに高そうな本一にまだ断定できないですからね。親でいいシャンテンで押しました。まあ基準見てると結構本一臭いなとは思ってたと思うんですけども、自分の手配優先でいきましたね。はい、まあ山になくてもあんなに街が広いと大体誰かからこぼれます。さあ、何の3曲、芝の親番ドラが9ピン。もともと僕結構口下手な方であんまり喋らない方のはずなんですけどね、なんでこんなことになってるでしょうね。まあ、麻雀に関してはよくペラペラ喋る方やとは思いますけども、もともと喋り自体は口下手でコミュ障って言われてたのに。
さあ、友添はハックを泣かなかったですね。友添がハックを泣かないっていうのは結構面白いですよ、これ。かなり厄配ポンによってる友添でも泣かない気配っていうことなんで、皆さん、よく見ていただきたいんですけども。はい、次の手配ですね、こちら。まあ、今ローピン引いたところだったんですけど、友添でもやっぱりこのハックは泣かないと。なんで、このハックを泣いてた人は、やっぱり、ちょっと、うん、泣きすぎかなっていう意識は持った方がいいと思います。まあ、これローピンがなかったところですね。特にローピンもパワーもなかったところ、はい、もうだいぶ手配の形変わってますけど、今のこの形だったら泣きやすくなってますけどね。さあ、ゆうせい兄貴、ドラの9ピン1枚あるんでまだまっすぐ行きたいところですが、ペーチャハックを打っていいのかなとちょっと考えてますかね。もうおっと、安全度優先しましたね。ハックかペー重ねたらかなり安全に立ち回れるっていうことで、一旦瞬間のペン3番を払っていきました。はい、ニコニコ広告で来場者数が55人増えました。ありがとうございます。うん、何3で打点必要だし泣かないかな。まあそうですね、芝の親番っていうのもあって、まあ協会ルールトップ欲しいまではちょっとこの点数では考えるの難しいかもしれないですけど、まあまだ1局ぐらいは無理して上がらなくてもいいかなとは思ってるかもしれないですね。友添の手ってもうこれ打点作ろうと思っても結構無理な手なんですけども、まあなんかだんだん仕上がってきましたけど、あのハックを泣かずに打点作ろうっていう意識ではないと思います。守備的な意識でしょうね。さあ、これで芝でチートイツのいいシャンテン、親でチートイツやるの勇気いりますが、まあチートイツかタンヤオか分岐点ですね。タイヤの3色までありますが、チートイツ、うん。まあちょっとやっぱりメンツ手が遠すぎるっていうのもあって、チートイツに、決め打ちましたね。まあ、はまると、でかいです、これは。さあ、角谷、9番を引いて、うん、スリムに受けるかどうか、シャーを置いて、ローソー切り。まあ、親の現物の、ローソーは親の現物ではあるんですよ。角谷はまあ、親以外にもやっぱり補充したくない場面なんで、全体の守備配としてシャアを置いてますね。友添さん、泣いて三シャンテンとかしばしばあるイメージ。まあそうですね、泣いて三シャンテンとか全然あるんですけど、これはかなり形の悪い三シャンテンになっちゃって、しかも守備も効かないっていうことで、まあ、形のいい三シャンテンだったら泣くことが多いと思いますね。うん、無理に安手で上がるより親連ちゃんの方がいいまであるかって。そうですね、まあ安手で上がれればいいんですけども、上がれないとやっぱりかなり損。まあトップまではちょっと見づらい点数状況ですけど、まあ安手で仕掛けて守備力なくなって他の手詰まってっていうのは最悪ですよね、この状況で。6ハンちゃん解説1人、3ハンちゃんす、6ハンちゃんもやんないです。カンちゃんもやったら死んでしまいます。うん、さあ角谷は、いいシャンテンですが役がない、トップ目で役がない、リーチもしたくないっていう状況なんでちょっと難しい。うん、さあこれで9ピン、ドラは9ピンですが仕掛けのキック方、まあここは、兄貴は、先手でもまあまあそんなに悪くない、安上がりをすることに価値がない場面ではないんで、仕掛けの効く方に持っていきましたね。まあ9ピン安全に切れるっていうのもありますね、もちろん。まあ他の部分は単野王なんで9ピン切っても総合的に打点も変わらないですし。さあ芝、E ピンがもう、E ピンが2枚飛んでるんでメンツでかなり厳しいんですが、一旦あんこ系を残した形。これテンパイもかなり厳しいですね、芝。問いつばはまあ、あるというか、できることはあるなっていう。さあ、これで、芝、ローワン切り。ローワン切り。ウーワンが薄いわけではない。いや、ウーワンは2枚切れか。なるほど。ウーワン2枚切れなんで、その、見た目的には、その、なんていうんですかね。まあ、チーピン切りとほとんど一緒。チーピンはポンできる分、チーピンの方を残したっていう感じですね。多分そのトイトイの上がりまではほとんど見てないと思います。うん、
さあ角谷、まあ角谷も放銃しないようにテンパイ取りたいなっていう感じですよね。急走は、うん、危険度高いから置いたのかな。 E1 は安全牌として置いていると思いますが、さあ、兄貴行きました。カンチーソーリーチ、うん、ここは思い切って行きました。リーチ単野のいいシャンテン。さあ芝は皮が強いですし、まあ自分の、状況的にもいいピンを取りつつしちゃうと、親がほぼ流れちゃう難しい場面です。軽点プッシュするかどうか、うん、やっぱり先のことも見ていいピン取りつつしですか。まあいいピン取りつつしても絶対テンパイしないわけではないですしここで何が何でも 100% 連チャンしなきゃいけないって言って無茶をするよりはっていう感じですね。うん、まあ角谷はヤンゾー E1 はリーチの安全牌。うおー詰まった、まあリーチ一発のタイヤを2戦4戦、ちょっと兄貴ラス入つもりすぎじゃないですかね、さっきから。はい、なんかしかも一発やら裏やらちょっとずるいですけど、山市、はい、またラス入でしたね。まあリーチ打ったのは、まあ、さっきと一緒にリーチ打ったこと自体がやっぱり判断として素晴らしいと思うんですけども、結果は若月ですね。はい、オーダースになりました。角谷の親番、トップ目角谷の親番ですが、2着目の兄貴との点差が700点。これは角谷も厳しいですね。さあ、兄貴仕掛けていきました。急走チーしてもうちゃんたで一直線上がりトップですからね、すべてもう泣いて前に出ようっていう構えです。さあ角谷はどうやってこの手で追いつこうっていう感じですね。厄介を並べていいものか、うん、まだ保留あれにやっとした、そりゃにやっとしますわな、あれであんな上がりしたら。さあ芝は、うん、三色をちょっと見たいですよね。まあこの曲でできることはあまりないんで、一応8000ぐらいを上がれればいいなって言って配信行にするとは思います。うん、キーピン、これはちょっとちゃんたの種ではありますが、19自敗を重ねたい方優先ですね。僕はこういう時は親で厄介保留しますか、あまりしないですね。もう親かぶりでも大、アウトになっちゃうんで、あまり保留しないですこういう時は。まあ、しかも9地位からしてる場合ってどっちかっていうとやっぱりこの19いきなり地位から入ってる時って厄介バックではないことが結構多いと思うんですよ。3色だったり一通だったりちゃんただったりっていう、その9じゃないとダメっていう仕掛けが結構多くて、なんで結構厄介は切っていきます自分の手配都合で。まあ角谷もこれで厄介切る形になりました。いいシャンテン。さあなんかブルーライトですね、一人だけ友達さんだけなんか画質がおかしいですけど、うん、芝は、ます、うーん、角谷どうする Q1、まあ、この Q1 とかポンされそうなんでローワンの方切りますね。やっぱりちゃんと警戒してる、この辺はやっぱりしっかり対応してますね。うん、トーンは自分で切ってます。さあ南白はションパイ切るしかない。愚形仕掛け、両形仕掛け、1ダメージ掛けでも全然警戒する役が変わる。そうですね、中段以降の9地位はやっぱりまあいろいろまた変わってくるんですけど、いきなり1段目からの1枚目の9とか、まあ、今回2枚目やったと思うんですけど、そういうのっていうのはやっぱり9が欲しい理由があるんだなっていう風に見えてきます。さあ友添からリーチ、うーん、さあ友添、役はリーチのみ、G 層、友添ここでもうリーチしてあれですね、3着で終わらせに行こうとしましたね。一応一手代わりで3色だったりドアだったりっていうのはあるんですけども、もうリーチしましたね友添。
まあ、ここはこれ以上これ以上落とさないで上がっとこうっていう、まあ友添からしたら2戦4戦にしてもしょうがないんで、3戦6戦にならないと意味ないんで、やっぱりあんまり待つ意味がないんですよね。そう、トップ以外はあんま変わんねえと。これトップにしようと、まあトップにしようとすると3戦6戦が必要なんですけども、3戦6戦にならないんですよ。やっぱり1手変わって3色引いたりドア引いたりっていうことになっても3戦6戦にならないので、ただ芝が天敗ウッパーワン、さあこれ芝の推しを見て他の角谷も結構嫌ですね。芝に打っちゃっても着順下がるんで、芝はもうどっかでも見逃す理由は何一つないんで。さあローピン、これをチーして3ピンはドラですね。3ピンはさすがに切れない。チーしてなんか別の回し方を考えてますか。3万ではもう切れない。チーしてシャーレンダーと多分迷ってるんですね今。ピンズが、7-3切れないんで、これをチーしてシャーレン出して天敗に向かう。はい、そうしましたね。うん、さあ三蔵は通ってますが芝には通っていない。どうする、切りました。スワン、さあ角谷が天敗に向かって前進。まあ角谷からしてもやっぱり、兄貴が天敗ってて流局では終わっちゃう、それでラスになった2着になっちゃうんで、まあ天敗しといて兄貴を観察する余裕は持ちたいですよね。まあ天敗しといたら選択できるんですけど、伏せる伏せない、天敗してないともう選択もできないですし、兄貴に無茶をさせることもできないですし、さあこれで簡単に降りるのを見せると兄貴もちょっと、格闘にやめられちゃうとかあるんですが、まあほぼ二軒天敗なんであんまり流局しないでしょうっていうのもあって置いてもいいかなっていう微妙なとこですね。まあ完全に降り気味に行きますか。まだ復活できる方を残しましたけど、これで角谷もね友添の現物で芝に放銃しちゃうんで、ああこれで芝が上がりましたね。はい、先点は先点、はい、まあ、これで、角谷は着順変わらずホッとしましたね。ホッとした感じです。まあ、これ角谷天敗問いに行ってパワー1で補充して着順効果っていうパターンもあったんで、なかなか怖かったとは思うんですけども、うまく立ち回りましたね。まあ芝にしても友田にしてもやっぱりそのこの点数状況で無理に変に手を作らずに、この半ちゃんを締めに行ったっていうのがやっぱりうまいと思いますね。はい、画面が戻ってきました。それでは、次回2回戦の方準備がありますので、CM がまだ準備できてなさそうですね。 CM あるんですかね。 CM あるはずです。今再生中、はい、今準備してるみたいです。僕はね、いつ打つの、実は打って負けたからここにいるんですよ。僕は柴さん、僕、まあ、僕が勝ってたのは柴さんのところに僕が座ってるはずなんですけども、はい、負けました。朝ピンは負けました。はい、では CM の準備ができましたので、こちらの方をご覧になってお待ちください。